いやあ、せつなケースだよ。今回はアリスメアやっていきたいと思います。これ。よいしょ。まあ、この新しい世界で飛び立ったアリス。アリスじゃないわ。アリスじゃないんだ。アレンだな。アリス言っちゃダメだろ、俺が。なごこ。どこだ、この建物は。なんだろう。誰かいる。影や。何？私の顔に何かついてる。いや、顔どころか全身になんか違和感あるんやけど。ここはどこだかなんて、あなたもう知ってるでしょ？知らへんよ。知らんから聞こうとしてんだよ。そうよ、隣の通路への鍵よ。鍵が欲しいの。じゃあリボンを持ってきてくれないかしら。赤色がいいわ。そしたら鍵あげる。わかりましたよ。リボンでしょ、赤色の。めんどくさいな。あら、ごめんなさい。集中していたの。よければ少し遊んでくれない？これ、飽きてきちゃって。どう？まあ、やってやろうか。何のゲーム？何で遊ぶん？麻雀とかどうなん？ハマっとんやけど。嬉しいわ。私が言った動物の鳴き声、真似してくれるだけでいいの。ああ、そんな子供だまし。そんな子供だましに俺がハマると思う。よっしゃ、やるぜ、やったー。あら、恥ずかしがることなんてないわよ。私しか見てないから。オーケー、わかったわかった。さて、どうしましょう。一回しか言わないからね。オーケー。猫、犬、カエル。猫、犬、カエル。猫、にゃー、犬、ワン、カエル、ケロ。正解。なめとんか、お前。これぐらい簡単じゃん、ボケ。まだあるんか。うわ、覚えなあかんやつじゃ。牛、猫、カエル、猫、豚。牛も、猫、にゃー。何やったっけ？牛、猫、カエルか。ケロ、猫のニャー、豚、ブヒ。よっしゃ、覚えとったわ。あなた、あまり鳴き声上手じゃないので、うっせえ。うっせえ、そんなスキル持ち合わせてここに来たんちゃうわ。いえ、楽しませてもらったわ。そうね、これ一つあげる。何を？レッグウォーマーで何？また遊んでね。レッグウォーマーってなんだ？何やったっけな、レッグウォーマーって。あったかそう。やったー、あったかそうだ。何使うねん。使い道がわからねえ。誰か欲しがっとる人おるんかな、こいつとか。あら、あなたいいもの持ってるわね。あはははは。適当に言ったのに的中してしまった。あげるあげる。ありがとう。ああ、あったかい。もう一つお願いしてもいいかしら。また？なんだい？何が欲しいんだい？温かいスープが飲みたいの。材料はキッチンの周りに揃ってあるから、作ってこいってか。そうね、具が少し残るぐらいに煮てほしいわ。少し残るぐらいでどういうこと？俺そういう調理の技術ないもん。料理ったって炊飯器でお米炊くもできんぐらいの人間なのに。よー、わかったわかった。頑張ってきます。この辺は調べたって、一つ一つ調べたって、もしかしたらこの一つにマザーグースがあるかもしれんけど、まあそんなんどうでもいいんでね。なんこれ、猫。ゴロゴロしてるね。答えがわからない。ペンもない。勉強でもしてんのかな。ペンは用意しろよな。じゃあキッチン行きたいな。多分キッチンでスープ持って行ったら赤色の何だっけがもらえるんやろうな。コーヒー飲みっぱで置いとくなよ。冷えてるぜ。あ、この辺にあるんじゃな、材料が。あ、これか。おっしゃ、野菜手に入れて。
壁きれい。手帳こんなとこで。手帳と誰の手帳なん。悪いやつはバツバツせばいい。そうすれば幸せになれるぜ。そう猫が言った。なぜバツバツすれば幸せになれるのか。そもそも本当に猫が言ったのか。それも僕にはわからない。バツバツすればいい。ああ眠いな。おやすみ。誰だ。これは誰だ。これは食べられるキノコだ。これは食べられるキノコだ。おいしそうなキノコだ。じゃあ野菜手に入れたけ多分この中に入れるんだろうか。よし煮るんやって。残るぐらいに煮るやっけん、ここでやめとく押した方がいいんかな。失敗。失敗した。失敗した。そうか、まだ煮るで一回煮たらまだこう出るんだよ。ここでやめとく押さなあかんのじゃ。で、このできたスープを持っていけばいいんかな。残るってそういう意味じゃないかな。どうだろうな、わからん俺。あら、スープ作ってきてくれたの、ありがとう、いただくわ。このスープ、味がしないわ。いえ、いいのよ、体が温まったから。よかった、温まったんだ。残るってそういう意味なんやな。茹ですぎず硬さが残るって意味だったんかな。俺に、そうね、これあげるわ。ペンを手に入れた。ペンも欲しがっとったやつ俺は。新しいペン買ったからもうそれいらないのあげるわ。そうか、このペンをこいつに渡してこいつから赤い何やったっけをもらうんじゃ。うん、あなたペン持ってるの。ああ助かった。いえ助かってないわ。この問題がどうしても解けないの。解かなきゃいけないわけじゃないけど、すっきりしないじゃない。猫がね、いるの。この子たちはとても不思議な猫でね。10日経つと妊娠して、80日で子猫を産む。また10日経つと妊娠するわ。そして最初に産むのは2匹。オスとメス、平等に産むの。次の出産には、4匹。次は6匹。あ、これ難しそうやな。子猫はね、40日経てば妊娠できる体になるわ。覚えきれんかよ、そんなに言われたの。そして、その不思議な猫がここにいるの。白くて、可愛い猫よね。こいつのこと？もしかして。お前の目はもう不思議やなか。こいつは黒だぜ。白には見えないぜ、どうしても。ここ1年育てたら最後には何匹になってるか、それが問題よ。分かったら答えてくださる。私も頑張って考えるから。わあ、全然わからん、全然わからん、全然わからないよ。数字とかめっちゃ出てきすぎて全然わからんよって視聴者の方はみんな思ったんじゃないかな。でも俺はね、レイトン教授の何度かやったことある経験者でね、今のは1回でわかったよ。答えさせて。正解はこれだ。1匹。待てて。あら、正解？え？視聴者の方思うでしょ？え、なんで増えんのって思うでしょ？けどよう考えてください。最初1匹だったんでしょ？じゃあどうやって子供を産むんですかって話だよね。妊娠できないじゃん。てか交尾できないじゃんって話。だからこそ計算は不要。一回のひらめきで分かる問題なわけですよ。頭いいでしょ俺。レイトン教授はこういう問題よく出るんですよ。え、一匹だけなの？どうして？いやだから今言うたやん。二匹おって初めて子供を産めるんやけん、一匹じゃどうにもならんって。あら、そうね。相手がいないと妊娠なんてしないわね。そういうこと。ああ。なんだかちょっと損しちゃった気分だわ。確かにそうやな。あんだけ計算しよっていざ答え聞いたら計算いらん問題だったんじゃって話やもんな。いえ大丈夫よ、ありがとう。おかげですっきりしたわ。
そうね、何かお願いしたいのだけど。これ？これが欲しいの？そうそう、赤いなんじゃらってやつ。全然いいわよ、好きなだけ持って行っても構わないから。来た、リボン。あなたがつけるの？つけてあげましょうか？冗談よ一番上のお姉さんに頼まれたんでしょ。まったく人使いが荒いわね。あ、こいつら姉妹なんだ女の子かどうかさえいまいちわからんかったけどね、見た目じゃ。これでようやくわかった感じ、言葉遣いで。じゃあ私に行こう、早速。こいつだったっけ？ちゃうわだ、こっちか。あら、本当に持ってきてくれたのね。ありがとう。すぐに納得しちゃうの、リボン。よかったよかった。じゃあお礼のブツをもらおうか。約束の通り、鍵、開けあげるわ。通路の鍵。通路。え、これ欲しいの？なぜかペンで書けないからメモ帳にもならないわよ。何？ああ、なんでお前が持っとんや。何度も言う。なんでお前が持っとんや。前からそうだ。なんで手帳の切り端を関係ない人間持ってるんだ。虫がそこら中に飛んでる。地面を歩いている。椅子が喋る。僕は驚く。それを見て猫はバカみたいに笑う。あの扉を開けた時からどうやらおかしくなったみたいだ。でも僕はどちらがおかしいのかわからない。僕がおかしいのかな、それとも世界がおかしいのか。ああ、わからないや。何もわからないや。この手帳を書いた人は中二病なんかな。鍵ってこっちかな。あー、ここキッチンだったな。でこっち。先生おるやん先生おるやん。あれ先生、あれこんなんじゃなかったよ。あれ誰？いや、別に言わなくてもいいよ。僕も言わないといけなくなるからさ。誰だこれ。小さい頃の先生？迷ってるの？そっか、僕も迷ってる。ここのほとんどを探した。でも見つからないんだ。君について行ってもいいかな。いいって言ってもないのに、うん、ありがとうって書いてくるんですか。まあいいや、先生だと思うし。違う人がいればまた別の何かは見つけられるかもしれないからさ。また通路の鍵書いてこなきゃ。院長さんのところへ行こう。僕のこと？そうだな、好きに呼んだらいいよ。じゃあお前のことマウンテンゴリラって呼んでいいかな。自分の名前嫌いなんだ。はい、突然の親フです。親フラです、すみません。この子誰なん？結局少年やって見た目からして完全に先生の小さい黒なんだろうけどね。そんでもって、あ、ここか、この鍵か。ここ扉や通路にほとんど鍵がついてるんだ。院長さんに頼めば貸してくれるんじゃないかな。ここ病院な、看護婦だったんだよさっきのやつら。右の方に行けば院長さんの部屋があるよ。僕の鍵は外への外出用と僕の世界の鍵だから使えないよ。さらっと僕への世界の鍵だからって言っちゃったよ。言ってんそれ。鍵どこで開くん？あ、ここじゃない。マザーグースがここで出てきた。いいよそんなの。カレンダー。君は何曜日生まれ？わからない？覚えとるかそんなじゃあ生まれた年と月日教えてよ。あれを覚えてないよな、記憶がないけん。覚えとるか覚えとんや。それは日曜日、お休みの日だ。すごいね。僕は水曜日さ。こういうの信じる人あまりいないけど僕は信じちゃうな。あは、僕が母か父にそういう血が流れてたんじゃないかな。
なんでこれ。鍵ここか？ここっぽい気がする。違った。え、じゃあ鍵どこで使うんや？え？鍵どこで使うん？通路の鍵。通路への。あ、さっきのでもう開いたんかな、もしかして。開けてこっちに来た感じかな、これって。いや、あれでも使ったって感じのことを出たっけ？出てないような気がするんやけど、まあいや、もうあんま考えんでいいよな。世界の鍵。グロいな。というわけで今回はこの辺でセーブして終わりましょう。い。ここか。はい。先生の子供時代の世界なんかなって感じで、ここで。こんな感じでいます。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。